Shisochin! Shisochin!思想陣の注意点をご紹介します。三鎮立ち抜き手の攻撃です。この際、構えている手がついた時に横に動いたり縦に動いたりします。ここは動かさず手を固めたまま突きましょう。 次の注意点は前屈立ち回転による肘当てです。この時に肘当てがコースを外れないように脇が開かないようにしましょう。最短で持ってきます。 次の注意点は猫足立ち両手裏掛けです。右手を振り回す人が多くいますが、右手を左肘の下に入れ、
正しいコースを取りましょう。思想鎮のポイントをご紹介します。まずはじめに三鎮立ち縦抜き手です。これは縦抜き手のため腰の横の回転と縦の回転を使って決めます。次のポイントは前屈立ち両手払いです。この際後退と思うとどうしても移動する足で決めようとしてしまいます。そうすると今のようにブレてしまいます。意識は前足の股関節付け根を意識しましょう。次のポイントは前屈立ち小手当てです。この時に最初から前に体重が入ってしまうと手で押すことになります。体の中心に重心を移し膝の抜きと攻撃を合わせ若干前に技が入ります。Shisochin!